よ。じゃあこちらのコーナーの流れを説明します、はい、この抽選ボックスの中からお題を引いて、そのお題に沿ってストリート生の生の声を聞いちゃいます。それでは早速お題を引いてもらいましょう、はい、まずはアウェイ名古屋から誰かお願いします。おー、スーダーダララ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 ラ、ドン、和菓子、和菓子、あ、和菓子といえば、ゆきぱーでーす。イエーイ、はい、和菓子といえば今日は新幹線の中で食べてたんですが、ちょっと皆さんちょっとクイズなんですけど、何の和菓子を食べたかちょっと4択でね言うんで、1、豆大福、2、おはぎ、3、かぼちゃのまんじゅう、4、栗の和菓子。さあどれでしょう。栗和菓子。まずじゃあ1番の豆大福だと思う人。あれあれ、じゃあ2番おはぎ、じゃあ3番かぼちゃまんじゅう、4番栗の栗あ、この時点で4番ないとバレたかバレたか。正解は皆さんね、はい、たくさん正解上がってました。3番です。ちなみにさ、和菓子が好きな人、和菓子、和菓子、洋菓子より和菓子派って人、はい、洋菓子の方が好きっていうこと？はい、はい、あ、小桃が和菓子好きだって。え、何、おばさんって言いたいのかな？ね、ちょっと嫌だね。まあ、嫌だからもさ、ちょっと次進んじゃう。はい、次です。では続いて、ホームの大阪デイジーセブンから引いてもらいましょう。じゃあ、ナスカ。成長期入園あ、卵、すごい卵が、はい、ピオは、まあ、分かってる通りミリですよね。ミリです。はい、あ、成長期っていうのを書かせてもらったんだけど、はい、あ、ね、ミリは成長期なんよ。なんか今年の4月から15センチ以上伸びてるし、で、なんか、そう、最近ハンチ抜かしそうなんよね。えぇ、ー、やばー。お、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、でもみる、夜縮むからさ。あれ、まだ、まだ、脱いだんちゃう、脱いだ。すいません、あの、大阪だけの世界に入らないです。お願いします。続いてさや、茶髪といえば、皆さんわかりますか。えい、おお、あお、あいちゃんですよ。ですね、今は黒髪なんですけど、前まで茶髪だったんですよ。で、まあ、茶髪派か黒髪派かちょっと聞きたいと思います。はい、じゃあ黒髪くん、黒髪派だと思う人。茶髪派の人。まあね、この通り半々なんですよ。いつもさまよっております。以上です。はい、それじゃあ大阪行きましょう。はい、次は大阪誰かな？セーラー。セーラー。おやー。セーラー。よさこい、よさこい。おー。はい、私です。それで、あ、ちょっと昨日も練習してきたんで、おお、はい、踊りたいと思います。ゆいちゃんも、ゆいちろも年ごとの方でよさこいを習得してきたらしいので、おー、まあ、コラボコラボじゃあお願いします。一斉のでで言えば、一斉のでヒップホップなの？一つもうちょっと違います。
なんかゆいが習得してきたよさこいはなんかよさこいソーランって言ってソーラン節とよさこいをなんか混じったダンスなんですけど、みずきはがっつりがっつりよさこい、はい、がっつりです。よさこいのでこのタイムいる。大丈夫。まずよさこいってさ、年齢がねちょっとあれです古いです。なんかさ大阪調子乗ってないもんね。これ以上言うと市川さん怒っちゃう。代わりに言われたくないからはい。じゃあということでこのコーナーではメンバーのちょっとリアルな話が聞けたと思いますが、皆さん面白かったですか？